クルトグートザイト軍医大佐、ロベルト・ユリウス・クルトグートザイトは、ドイツの内科医。ナチス・ドイツ時代には、ブレスラウ大学で教授を務め、また肝炎治療に関する人体実験にも関与した。1893年、ベルリンに生まれる。1923年、異例な大学にて、教授資格を得て、内科学の志向師として働く。1926年、 ブレスラウ大学に渡し、講師として雇われ、その後非常勤教授に任命されている。彼は、胃腸専門医として有名で、感染症、肝臓疾患、胃鏡検査などが専門の研究分野だった。その他にも放射線医学、神経病理学、理学療法、栄養学、要素代謝、内分泌物及び血液疾患に関する科学論文を発表している。 1933年5月からフィルヒ評病院に部局長として勤務。1934年10月から内科学教授としてブレスラウ大学に勤務。1933年には新英隊に入隊し、1939年までに新英隊隊位に昇進する。1937年国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、 国家社会主義ドイツ大学教員同盟にも参加した。1937年、ブレスラウ大学学長、マルティン・シュテムラーが、ユダヤ人と結婚していた友人の下界、カール・ハインリッヒ・バウアーの採用を決定した折、グート・サイトは、シュテムラーに対する非難を行っている。第二次世界大戦が始まると、グート・サイトは、陸軍軍医相関内科学顧問及び、 軍事医学大学校の校長に就任する。また、ブレスラウ医学診療所の所長も兼任していた。これらの職に合わせて、陸軍将校として、軍医大佐の階級を得ており、1944年には、予備役軍医少将に昇進している。1944年5月16日、天津岳子選考十字章を受章。グートサイトは、カール・ブラントのもとに設置された、 科学諮問委員会にも委員として名を連ねていた。彼はドイツ国防軍将兵のうち、いわゆる劣等なものを強制収容所へ送るべきだと主張する将校の一人だった。オイゲンハーゲンやアルノルト同盟などとともに肝炎研究を担当する医師団にも所属していた。また彼は肝炎治療を研究するため人為的に肝障害を引き起こす。 人体実験の手配も行った。グート・サイトの助手ハンス・フェイクトは、グート・サイトからの提案を受けて、人体から人体への肝炎移植の手術を実施し、この結果は、医療雑誌、ミュンヘン習医療にて発表された。1944年8月23日、グート・サイトは、人体実験について、同僚医師に対して、次のように語ったという。ギーセンにて同面に対して、 再び、今まで何度試みたのか覚えていないが彼の動物実験無気力を振り払おうと試み、ついに最終的な解明に着手することとなった。愉快だよ、動物から人間までのステップというのは、極めて重く難しいものだが、今や我々は後者を、主とする段階に来ているのだ。敗戦後、グートサイトは、医者裁判に証人として呼び出され、自らは、一切の起訴を受けなかった。 1949年からバイロイトのサナトリウムに勤務し、1957年からはバート・ビルドゥンゲンで診療所を開業し自ら所長の座に就いた。1957年10月、バート・ビルドゥンゲンの病院で入浴中に心臓発作を起こして死去した。その直前にはマールブルク大学での名誉教授の称号授与が決定していたものの死去のために実現しなかった。 A.B. カートグサイトイムマンジンガーアーカイブハット a b c d e エルミストクレイダスパーシネンディグシュコンツームドリッテンライヒフランクフルト2007 S.212 ユルゲンピーターデアンデンベールガーエルゼタプロゼスイムスピーゲルセナーウーファーバイトンアンハンドデアドライドークメンテインサンランフォンアレクサンドルミチャーリーシュウントフレッドミルキーマンスター1994 S.171 ISBN3 から894739150、エルンスト・クレイ、アウシュビツ、第 NS、メジジン・ウント・イー・レオプファー、フランクフルト1997、S260、同面が人体実験を忌避して、動物実験のみ続けることにこだわったことを指した、表現。ブリーフ・フォンカート・グツイト・アンザイネン・ミターバイター。 ビルヘルム・フォンドリッチ・ホーム23オーガスト1944ジシャート・バイエルンスト・クレイアウシュビツダイ・エヌ・エスメッジジン・ウント・イーレ・ウォープファーフランクフルト1997 S262 アレクサンドル・ミチャー・リーッシュフレット・ミルッキーメッジジン・オーネ・メンシャリー・チキート、ドクメンテ・デン・デン・ベールガー・エル・ゼタ・プロサセスフランクフルト2004 S165F ォンド・イ・チャム・ルーム in, 第一イとアウスガーブ40ホーム25セプテンバー2003ありがとうございます。